ナイス言ってもテロップ変えようが遅いじゃん。意識が全然低いじゃん。ナイスへの意識が。やる気ないじゃん。やる気ないのにやらせないでよって思うよね。負けてんのに。違うの。やる気ないのになんでやらせるの？俺に配信の。やる気がないのに自分たちが。そのくせ俺には頑張れ頑張れって。毎日イベントみたいなもんじゃん。言うなら。毎日戦ってるのにさ、のんきに配信やってとか暇つぶしみたいに使われて、で今日も寝落ちするみたいな。俺って何なの？みんなにとって俺って何なのって思うよね。俺にとってリスナーさんってリスナーさんのおかげだと思ってるけどね。全てにおいてリスナーにとっては何なのって思うよね。そのくせ頑張れ頑張れと、で暇つぶしなら他で暇つぶせばいいじゃん。なんで俺で暇つぶすの？暇つぶしなんか他にいくらでもいるんじゃないの、違うの？何生活の一部、生活の一部になってないじゃん。じゃあもう控えめにしよう。どうせ増えないから。どうせ増えないしね。1350もギリギリじゃない。はっきり言って。それかそるとそりゃそうでしょ。閲覧も伸びないんだから一人じゃ。他がコラボしてると座れるんだから困ったもんだよね。だったらもう養分ぐらい閲覧下げて言われなくなった方が楽じゃん、もう300、400ぐらいまで下げればそれが普通になれば何も言われなくなるでしょ、でとことん下げた方がいいよね。もうこの際養分気にしてないやつか、俺が気にしてなくてもこう気にするからね。ナイス1位なんか取れるわけないじゃん、人気がないんだから。海老蔵さんに勝てない。海老蔵さんに癒してあげたい。無理だね。どうやって癒せるの？もう今すぐ抱きしめてほしい。無理でしょ。ポジティブにもなれない。だってコメントがネガティブなんだから。コメントがポジティブだったら俺もポジティブになれるけど、自分がずっとポジティブにやっててもコメントがどんどんネガティブになってきたら俺もう釣られちゃうよね、コメントに。だからゼロリスさんだったらポジティブなコメントたくさんしてくれたらいいのにね、そうやってしてくれないでしょ。でネガティブなコメントが目立ち始めるじゃん。だから戦ってないんだよね。俺一人戦ってるんだよ。ナイスもそうだけど、イベントが終わっても休まずね、ずっとポジティブにやってるんだけど、リスナーがついてきてくれないからネガティブになるよね。いや拾っちゃうつか目立つの。ゼロ番が一番かっこいいとかいうコメントがネガティブに勝ってたらそれは頑張れるよね、でもそれを仕事をしないからネガティブが勝ってくるじゃん。そっちが目立ち始めるじゃん、だからもう大して好きじゃないんだなと思う。そういうコメントが目立ち始めても何もかばうこともないし、そのコメントに対して、うちのリスナーさんってね、他のところのリスナーさん守るからね、しっかり。
俺がリスナーを守ってもリスナーが守ってくれないから、そのアイテムとかいう部分じゃなくてね、うん、八つ当たりじゃないよ、うん、アンチコメントばっかり目立つから嫌なんだ、うん、どんだけ俺が強くならなきゃいけないの、うん、わちゃわちゃ言いたくもないんじゃない、傍観してるから、うん、大好きなね配信者がぐちぐち言われてたらそれ頭狂うと思うけどね、俺好きな配信者見ててねぐちぐち言うやついたら普通にコメントで言うけどね、見てられないよね、ゼロワンなら大丈夫みたいなのがあるかもしれないけど、そこまで強くないからっていうことが言いたかったから、もう終わるね、うん、乗りたくないも何も、じゃあずっと目立ってたらやる気も失せって言ってるんだよ、うん、キラコメ欲しくない時にキラコメを打ってきてね、ね、俺が欲しい時に打たない、真逆のことしてるんだよ、うん、もう休止したい、はっきり言って疲れる、うん、コメント欄に、うん、少しぐらいキラコメ打ってくれたらいいのに、ね、こういう時ぐらい一人でね、うん、ふわやめよう、うん、もうやめとこがいいよ、ふわっちね、みーちゃんも、うん、みーちゃんも彼氏持ちだしね、どんな気持ちで彼氏持ってる、でも俺に好き好き言うんだろうね、みーちゃんもね、ありがとうね、すごいアイテム、うん、ほら流れ変わるじゃん、そうやってキラコメとかアイテムでそれでやってくれないじゃん、どんなゼロワンも好きだから俺が言ってから書くんじゃなくて普通に書けよ、初めから毎日、俺はみんなのこと好きだし配信やめたくないけど、正直言うとね、本音言うと今日も一人で暇だから配信してたいよ、本音を言うとね、暇だし、まあ寂しいっていうのもあるし、うん、でもそうやって本音を言ってくれないから、うん、で煽ってくるコメントがばっかり目に入ってくるからはっきり言ってもう嫌になるよね、うん、っていう話をしててもキラコメは打たないやついるし、大好きだから、何がアイテムの話なんかしてないんだよ、でやれるならやれるでやってみてじゃん、やれる今日で頑張る、ナイス12時まで、うん、やれるならやろうよ、イベント総合1位取ってもう終わってきているの、毎日やってるんだから、ナイスも頑張ってこうよ、ちょっとは、うん、やるぞっていう気持ちが伝わってこないんだよ、顔見るのやめてもキモいから、うん、コメント見てて、コメント顔見ないで、ジロ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 、そういうの嫌だから、キモいから、で俺見つめないでって、俺コメント見てるからね、自分の顔なんか一切見てないで、カメラ目線で君たちのこと見てないからね、俺残念だけど、うん、覗いてないし、ね、興味ないし君たちの顔なんてそもそも、うん、大した顔してないでしょ、俺がこうやって覗き込むほど、してるの、うん、してないと思うよ俺は、うん、じゃあなんで俺の顔ばっか見てるの、大した顔じゃないのに、してないよね、
だから俺も別に顔気にしてないから、顔気にしてこないでよ。ラジオだったら嫌だとかさ、顔見たいとかやめてほしいよ、ちょっとね。うん、可愛いからとかやめろよ、そういうのは。今は嬉しいけど可愛いな、まあ、それはちょっと嫌ではないけど、ほら、こうしとくと、じゃあアンチいる？アンチ攻撃してみて。なかなかアンチコメントが目立たない、流れちゃうと思うよ、うん、アンチさんちょっとやってみて。いいよ今なら、うん、閲覧のこととかね、いろいろバカにしていいよ、こう流れるから、うん、泣かすぞ、ほら、うん、仮想ってこれ流れてくるでしょ、いけるっしょ、これならいけるわ、まだ、うん、いい勝負してるから、で視界からこう流れていっちゃうからまだやりやすい、うん、いやキラコメって思ってないこと書かなくてもいいけど、思ってることは書いてくれてもいいんじゃない、うん、違う、うん、だって人気がないっていうコメントがあって、人気がないわけないじゃん、俺が、それ無理があるでしょ、うん、それに対して人気がないに関して何も言わないっていうのが意味がわからん、うん、人気はあるのに嫉妬でしかないじゃん、違うの、うん、それに関して何も思わないの、リスナーは、うん、かばわなくて、かばってくれないからね、うん、だからやる気が失せるんだよ、はっきり言って、うん、そう、ふわっちでは人気あるからね、言うて、うん、いや女っぽいっつうか強がらないしね、俺は素直だからね、思ったこと言うからね、思ったことを、うん、キャスに殴り込み行くぞ、追加層進み規制だしね、うん、で嫌い、こういう人はもう NG ね、うん、嫌いな人に見てもらわなくてもいい、あ、ちょっとやめとこう今は、うん、今はゼロリスさんがついてるからコメント流してくれるから、まあ NG 入れるのやめようかな、我慢しよう、うん、ゼロワン好きかも、どこが、ほらポジティブなコメントを拾えるようになるでしょ、目立つと、ゼロワンどうしちゃったの、いやアンチコメントだらけになっちゃってリスナーがかばってくれないから配信やる気がなくなっちゃって、ちょっとで、やる気ないならもうやめようかなと思って、ナイスもね 1ヶ月長いし、うん反省してます、でこれはいつも言ってるけどできないからね、行った時しかできないから、やっぱりリスナーのやっぱコメントスキルはやっぱふわっちは低いんだと思う、うん、ふわっちで求めちゃダメなんだよ、うん、でそれを求めちゃってるからね、俺が、それは実力不足なんですよ、うん、でも嫌だよね、うん、沸かせたりとかコメント数稼ぐのって簡単にできるけど、それをアンチコメントで、アンチコメントとか変な沸かせ方とかね、アンチコメントで稼ぎたくないんだよ、もはや、うん、これはね、まあ、それはぬるま湯を使ってきてるのか知らないけど、ちょっと嫌だね、でアイテム飛ばないのも嫌だしね、うん、いやキラコメじゃなくて普通のコメントでやっぱ埋め尽くしたいね、うん、ナイスしたぞ、ありがとうございます、っていうのも267号さん以外はこの枠に入って押した人はね言わないしね、うん、
言ってこないしね、うん、減らるようにしたのはリスナーじゃん。ナイス、もうちょっとしたらする予定、それどういうことなの、なんでしないの、押しました、ありがとうね、とっくにしてる、言わないと分かんないしね、コメントする、何コメントしたらいいか分かんない人はそういうことからしたら、はっきり言ってうちのねリスナーのコメントスキルって、ま、配信者でいうマリオだよ、申し訳ないけど、いやコメントスキルが高い人もいるけど、スキルがない人ばっかりだよ、普通なんだよ、うん、イベント中になったらパチパチはできるけど、あとできないじゃん、うん、もうちょっとねスキル身につけてほしいけどね、うん、養分に押してます、これにも反応も誰もしない、うん、じゃあ養分の枠いけよとかって俺だったら言うけどね、配信者応援してる配信者の枠にそんなやつがね来たら思わず行っちゃうよね、うん、思わず、別に良くないけどね、うん、ナイスをしてる人の配信見ろよと思うけどね、うん、いやスルーするっていうのは他枠であってうちの枠ではスルーしちゃダメだよね、うん、だって俺たちの城なんだから、部外者がね自分たちの城を攻め込んできたらそこは守らないとね、なんで王様が守るの、うん、リスナーさんはなんで謝らない、俺を守るんじゃないの、リスナーさんは俺も守んなきゃいけないけど、国民っていうのはね、うん、でも一番守んなきゃいけないのは王様じゃないの、でナイス行ったかも、1350、前枠よりちょっとペース早いじゃん、さっき見た2時間で100も増えないんだで、最後2時間ぐらい見てたけど、見た1200ナイス行ってから、まあこれぐらいのペースならまあちょっとやってもいいかな、もうちょっと、じゃあ次枠1時間だけね、1時間やったら俺はもう今日は終わるから、うん、で無意味なバーガーやめてよ、そのバーガーって意味あるの、その無意味なバーガーの意味やめて、そのバーガー気分悪いから、それバーガー投げて閲覧増えるの、やめれないの、やめてほしいけどね、無意味なバーガーは。はっきり言って。いや、そういう意味不明なことしても意味ないじゃん。止まらない。でも、あえて名前見てあげないからね。キツネ枠だし。残念だけど。いや、そういうカッパエビセみたいなのも流行んない。つまんないで。いやだからアイテムが欲しいわけじゃないの、俺が言ってるのは、うん、アイテムなんかいらないよ。でも花火ありがとうね、うん、ナイス、違うよ、だそういうイチャモンもつけてこないでよ、はっきり言って、それとも嫌だね、言われるのは申し訳ないけど、そうイチャモンも、何が欲しい、愛が欲しい、愛があればやれるすることって決まってくるじゃん、俺に愛があればね、まあ千ナイスあったとして俺に愛がいる、本当に愛がある人ってどれぐらいいるんだろうね、ナイスってまあ簡単にできるから、うん、アイテムじゃない愛が欲しいよね、
どうなの、愛に飢えてるよね、ナイス、みんな解除しろ、 NG ね、こういうやつ。眉可愛くなったな。いや、愛されてる。だから愛されてたとしてね、仮に。でもこれが当たり前になってきてると、やっぱりなんつうのかな、感じづらくなってくるよね。リスナーの愛も。だから変化を加えてほしい。ちょっと、愛し方をちょっと変えてみてほしいね。愛し方を。そうしないとこう伝わってこないっていうか、わかんない。バーが誰なの、男なのこれ。ああね、鼻クソさんね。これ男性だよね。何年経ってもまあ根本的には変わらないと思うよ。鼻クソさん優しいよね、男のくせに。だから男だから、男の方がいいやん、言うなら。男性の方がね、ずっと1年経ってもドリームカムかけよう。音楽で変わるのかな、そんな演出で。本質的には変わらないよね。何飲んでるの、それが今関係はないよね、今俺が直面してる問題に関して。メガホンありがとうね。でこの子も全然来なくなったしね、はっきり言って。覚えてくれてますか、自信がないんですか。来なくなったら覚えてないに決まってるじゃん。覚えてるよ、そんなの。覚えてくれてるか不安になるぐらいだったら覚えてないよ、そんな。ほら、どんだけタバコ吸うの、ストレス溜まってるよ。常にスルーされてる、されスルーなんかしてないけど。メガホン今投げていいって聞いたよね、俺言ったよね、俺ありがとう配信になるから今貯めといてって。だから前枠の俺の話聞いてないじゃん、聞いてくれてないじゃん。そこが愛がないんだよ、言うなら。俺さっきの枠で言ったと思うよね。寝てたからすまん、ありがとう配信になっちゃうからメガホン祭りの時にして。明日行っていい、もうあの一切来ないで、あの配信中に来ていいっていうルールはもう今日もってないです。今日もってね。だから配信中に来てステッカーもらえるっていうのも廃止します。もう来ないです。で今日から1週間 DM ライン禁止、必要以上なことは。あ、98号さんありがとうね、かばってくれて。早かったね98号さん。ちょっと DM ライン禁止なんで、はい、もう一切ちょっと距離を置く、距離が近かったのをちょっと距離置くね。やめてね、ちょっと。あのリスナーはなんで、いやリスナーさんは信じていい存在だと思ったけど、まあ弁護士事件もあったし、本当に信じていいのかなっていう、なんか俺に愛がないんじゃないかなっていう、人間不信になってるから。で307号さんも聞いてないじゃん、人の話。20話後とか、ねえ、
これダヨーンとかっていうのもちょっとバカっぽいしね、うん、あんま良くないよね、うん、寝落ち通話したい人いた？どういうこと？俺と？できるわけないじゃん、そんなの。なんで俺を独占できるの？プライベートで。できるわけないでしょ。配信中ならまあネタになるから通話できるけど、配信外通話なんかしないから。うん、いや自己中じゃなくてそうでしょ。そんなのは、そんなひいきしないよね、うん、いやお金出してもらってもそんな特別扱いしない。寝落ち通話なんかしてるっつったら他のリスナーさん申し訳ないでしょ。平等じゃないと、公平じゃないとね、うん、で聞いてても運も言わない、うん、何もないもんね、うん、まあいっかこの枠で終わるし。いや、ピキってない。ピキってたら大声出すことね。冷静だよね。あ、ラッコちゃんありがとうね。いつも怒ってる。いや、怒ってないよ。俺怒ったら配信しないし、なんか、配信切っちゃうかな。そんな怒んないでしょ。なんかがっかりしてるぐらい、うん、寂しいなって普通に思うよね、うん、距離が近いのはね、だから近すぎたかもね、うん、配信切って女、いや俺気軽に呼べる女いないから、うん、今それもそうだよね。ハニートラップで、うん、怖いから変に女に手も出せなくなっちゃってるから、うん、やっぱりね、何はーちゃんでもって、はーちゃんを男じゃん、で何かあったら迷惑かけると思うしよ、うん、迷惑を、うん、いつもイライラしてるつか、イライラしてない時もありますけどね、ちょっと太りすぎ、あのそんなこと言うために来てるんですか、僕の枠に。ほっといてよ、別に俺が太ってね100キロ行こうが関係ないじゃないですか、そんなの、うん、腹見せて、なんで見せなきゃいけないの、なんで、うん、イライラしてないけどね、うん、いや こっちは全く面白くないよ。キラコメもないしね、さっき注意してもさっき言ったことすらしてくれないんだから、もう諦めてるよね、うん、ぶっちゃけ、この孤独アピールもやめよう、うん、やっぱり俺はナイスを頑張りたいから、ちょっとナイスを頑張ろう、下向きにね、コツコツと。まあリスナーさんは適当にしてたら、まあちょっとでも多くの人に押してもらえるように俺は頑張るんで、トリプルオスちゃんも政治に暴露されてから縁切れたしね、まあずっとね信頼関係築いてねセフレしてたけど、もうオスちゃんも切れちゃったから、うん、オスちゃんはね、まあ、呼んだら来てたけどね、うん、もう去年に切れたからね、いい子だよ、うん、お詫びじゃなくて、あれ原田さんが呼んだの、俺が呼んでないから、うん、まあ
パーク来るんじゃない、うん、フレ復活もないだろうね。だってもう政治の後だしね、ちょっと、うん、だって俺さすがにね断られるかなと思って行ったんだよ、あのあれもね、うん、政治としてあげてっていうのもしたし本当にするから内心びっくりしてたよ。これやばいなと思って、とんでもない子だなと思ったよ内心ね。でもういいかなと思ったよね、いろんな意味でさすがに、うん、だって俺にしてあげてってお願いされてするから、うん、それはさすがにすごいなっていうのがあるよ、うん、最低つかまあだからねセフレだからできたよね、うん、優しさ、うん、優しい子なんじゃない、お寿司ちゃん。かわいそうっつっても何、俺のことが好きだから俺のお願いだからしたってこと、うん、そうは考えづらいけどね。俺のことがもし仮に好きだったら断るでしょ、うん、で無理って言うでしょ。でもできるっていうのはまあ誠治もそれなりに好きだったんじゃない、きっと。いや、しりがるな女でもやっぱ男を選ぶから、さすがに誰でもいいわけじゃないでしょ、うん、だって俺だってまあねやれるけど選ぶからね、やっぱツナちゃんとか嫌だしね、うん、まあおかえりちゃんみたいな子だったらね全然いいけど、ゼロリスは奴隷か、トリプルオスちゃんの話だからリスナーの話してないで、うん、佐藤さんは別にいいじゃん、うん、でも佐藤さんはねもう今あれだからね、うん、何勝手に飲んでお前 NG ぶち込んでやろうか、あんま調子乗ってると53号さん、ね、NG 入れていい、ちょっとごめんなさいって謝らないと NG 入れるよ、うん、何を言ってるの、なんで怒ったの、えコーヒー飲んだなんで勝手に飲んでるのって言うから俺の勝手じゃん、まあ、俺の勝手で怒られることもあるよ、リスナー裏切るようなことしたら。でも別にコーヒーは言われる必要ないでしょ、だって、うん、いや53号に聞いてるんだけど、いや謝らないの、なんか言ったらみんな謝ってくれてるじゃなくてお前に聞いてるんだよ、謝らないの NG 入れるよ、謝らないんならどうするの、で今月長いからね、うん、どうするの、うん、謝るんならあんま調子乗らない方がいいよ、俺に勝てないんだからリスナーさん、結局53号って、うん、でね、みんなね、あの1400ナイスで発表があります、結構発表が、あミキサレアンス花火重大発表あります、はい、まあ重大かどうかわかんないけど報告あります、うん、でとあることしました、まあ、重大発表でね、これ大きいよ、うん、
クランから見れないよ今のふわっちって、風呂入れよ今日配信終わったらね、釣り飽きたら抜ければいいじゃん、なんで見てるの、違う、論破ね、ゼロワン正論ね、で俺が論破したらゼロワン正論って言ってくれる、もうちょっと駆逐していくから、駆逐どんどん論破していく、変なコメントはちょっとゼロ行きモード入っていくから、カイカイだからよく洗って赤ちゃん言葉使うな、はい論破、ゼロワン正論でしょ、36の男に対してカイカイとかよちよちなんか子供に使うような言葉を使ってこない、ゼロワン正論って言ってよ、それぐらいしてよ、自分で思いつかないんだから、コメントすること思いつかないんだから俺が言ってっていうことやって、それお願いしますよリスナーさん、だって言われたことはやってくれるじゃんリスナーさんってね、うちの自分でコメントを考えようとしないんだけどね、まあ、考えるスピードが遅いぐらいでね、かゆそう、何がラジコンにはならない、ね、そうしました、毎日あお疲れ様です、いらっしゃい、ありがとうね、ゼロリス天候だ、ラジコンにならない、え天候したら01ってやってんで、これ俺ラジコンになってるじゃん、何ラジコンにならないって、もうこれそのものじゃん、そもそもが、だから論破したら01正論って言ってねっていうのは変わらないから、論破ね、そうでしょ、ゼロリス天候生で聞きたい、で、なんでゼロリスってカタカナがちっちゃいの、それも意味不明だよ、論破ね、あの意味不明に小文字使わないでね、カタカナのちょっと苦手かも、それドンパリシャンパンとかあるじゃんね、プギャーとかっていうのもあんま苦手かも、あっち系、正論でしょ、でおじさんだねってあの地に点々やめてキモいから、それキモくない、地に点々使う人、で世代の人直してね、それネットだとちょっと恥ずかしいよ、普通に、ブツブツがキモい、でもお前よりは人に必要とされてるし愛されてる、ブツブツでも論破ね、キモいって言ってるお前のがキモいしね、元気論破ね、1400ね専用のやつで10ダップあります、ハマりだしたでしょ、これならまあちょっとナイス頑張ろうかな、で目標はちょっと湧きづらいし伸びづらいから、まあ1500ナイスぐらいちょっと今日目標にね、はい雑談ですけど頑張っていきたいかな、でまあ12時からはちょっとクリニック挟んでね横になりながら、ただちょっと 寝ちゃいそう、乾燥いけるかなぐらい、クリニック4時間やれるかな、
それギリギリかも。今日昼起こされたんだよ、うん、何起こそうかって。だってラジオ中に寝てたらいつも起こしてくれるじゃん。で起きてまた寝て繰り返してるでしょ。クリニックだけど01が一番悩んでる。まあ俺はこういう波があるけどなんだかんだしっかりしてるから結局は、まあ、勝つよ。うん、勝つ。俺が全てにおいてって思ってるからやっぱ強い俺でもねこう波があるから、うん、その波にやっぱ逆らえないよね。で、論破って言った後に正論って言ってって言ってるから01正論の乱用は使わないでね。いや別に論破してないから、ね、うん、正論じゃなくて論破した時に使ってって言ってるだけで常に正論って連投しろとは言ってないでしょ。うん、変なコメントを論破した時の場合だけに使って、うん、いいです。全力でナイス。なあちゃんでしょ、うん、なあちゃんも頑張んないと。なんで月始めから来ないの、途中から参加したの。やる気ないじゃん、なあちゃんも。やれるよね、もうちょっと。ね、匿名定期係なんだから、うん。で、テロップ変えようっていうのは分かってるから、分かってることを必要以上に言わないでほしい。俺は今から変えるからね。うん、でそういうしつこいのもちょっとダメだよ。機嫌が悪いときはそういうのも気になっちゃうからね、うん、それもちょっとやめてほしいかな、うん、ね、テロリスト。で、さっきの枠が終わった後にちょっとダメだなと思って30人ぐらい入れてたブロックを解除しました。だからあえて荒れやすい状況をキツネ枠だし今作ってるね。うん、もう全部解除したんで。で、まあ10日でしょ、まあ、何日かお灸据えてるんで、でまたひどいの入れるけどね、うん、30人ぐらい珍しく。だからまあこっからはまあ入れないようにちょっとやります、いつも通りね、うん、ということでした。これが発表で1500でもありますから、うん、うん、何30人に集団訴訟って、風呂沸かせ。だから配信終わった後にシャワー浴びるよ、うん、俺の配信見れないのは、まあ俺もみんながいないと無理だけどね。どうやって生きていくの、もはやリスナーさんいなかったらやばいよね、うん、完全に依存してる。リスナーいなかったらどうやって生きていくんだろう。会社頑張ればって言ったってその利益って配信だから、リスナーいなかったらやばいじゃん。違うの、うん、私も依存してる。ちょっと依存してる人と風船投げて、沼ってる人。まあ俺もちょっと沼っちゃってるから配信ね、うん、こんな沼ってるの
どうするん俺いなくなったら。俺がいなくなったら死ぬの。こんな依存しちゃってどうするの。次を考えとかないと、うん、あんまいないな。もっと風船飛ばない、うん、あんまいなくない、うん、ごめんね、仕事しながら聞いてるよ。あ、そっか、お疲れ様、遅くまで。なあちゃん、あんまいないね、30人ぐらい。美女と野獣見ながら聞いてる。美女と野獣の感動もクソもないよね、俺聞きながら見てたら。どっちかにしたら論破、明らかにおかしいよそれね。だって俺の配信もかすむし、美女と野獣もね、ちょっと霞んじゃわない、うん、今は俺の配信に集中して、配信なくなったら見た方がいいと思うけどね、おそらく、うん、そう思わない、だから、もしかしたら美女と野獣を自分とゼロワンで照らし合わせて見てるのかな、うん、美女と野獣の美女になりたいのかな、もしかして、うん、ワンちゃんその可能性出てくるよ。で、残念なことに俺野獣じゃないからね、どっちかっつったら王子様だから、俺って、まあ、王子様っつうか王様、うん、まあ、裸の王様ってよく言われるけど、王様だからね。どこら辺が、王子様って助けに来るでしょ、ピンチの時に。で、頼りがあるし俺って、うん、頼ったら助けてくれそうじゃん、そこら辺かな。あ、ナイス、ありがとうね、ナイス。で、なんだかんだ頼りになるし、やるときやるし、見た目の話してないし、見た目で物事を測る人っていうのはちっちゃいよね、視野が、うん、見た目も大事だけど、見た目が全てじゃないから、見た目が全てじゃないってことに行き着いてない人の考え方っていうのが、はっきり言って幼稚だと思う。残念だけど、論破。見た目で判断する人っていうのは、自分の見た目にコンプレックスがある人。うん。だからブスだよね。うん。ブサイクなやつほど人の見た目のことばっかり指摘する。自分がブスだから。俺みたいに高身長で、まあ、顔がそこそこのやつっていうのは人の見た目を非難しないから結局、うん、まあ顔は普通だと思う、いい意味で。そうなんです、髪の毛が別にね、竹ぼうきみたいな感じでも別に問題ないから、うん、愛嬌はないよね俺、愛嬌はそんな笑顔振りまかないから愛嬌はない方だと思う、うん、愛嬌っているのかな。まあ女配信者いるんじゃない、でも男配信者別に愛嬌はいらないんじゃない、わかんないけど、
笑ってごらん、笑う理由がなく笑うのっていうのは好きじゃない、うん、それ作り笑いじゃん、愛想笑いか、それはナイスを応援してます、うん、こんちゃんありがとうね、ずっとぐちぐちだね、ぐちぐち言う人が多いからぐちぐちも増えてしまう、だからずっとぐちぐち言ってる人はやばいよね、病気だと思うよ、病気、まあぐちぐち言ってる人はね、金にもならないし時間の無駄だけど、俺がまあぐちぐち言っててもお金になってるし時間の無駄ではないから、まあ同じぐちぐちでも違うよね、やっぱり論破ね、暇なのかねっていうか病気なんだよ、病気、今日よっさんやってないの、よっさん、あ、よっさん晩なんだ、よっさん、よっさんやってないのか、家雑仲間がいないからね、ここでよっさんやってたらよかったよね、また電話する、するけどね、うん、電話のコーナー行く？電話のコーナー、中村家達でもフェイに便乗してるじゃん、そうでしょ、誰にする、まあ養分とかかな、養分か、まあ家達してる人がいいよね、喋るにしても、うん、コラボとかじゃなくて、便乗とかじゃない方がいいよね、うん、山田はちょっと違うけど、まあ、養分に電話しても、まあ、説教されるの嫌だからな、うん、説教されるでしょ、説教、あ、ミルク中、うん、パパやってるんだね、ゼロワン応援してるよ、ありがとう、あ、ゆっちゃんありがとうね、ゆっちゃんフェイって、まあ、需要あるっつうか、アンチが多いからね。だって最近の雑談タヌキって、ミズニャンがトップじゃない？ミズニャンが。何飲んでるん？何だと思う？黒いよね、うん。で、ヒント、ここに映ってるんだ、微妙に。わかる？1号さん、1500ナイスで重大発表って言ってないよ俺、発表って言った、うん、で、その期待させる重大発表やめよう、ちょっとね、で、正解はちょっと教えません、言いたくない、ちょっとやさぐれてるんで、うざいやろう、まあ人気もあるしモテるし金も稼いでるからうざいだろうけど仕方ない、こればっかりは何も悪いことしてないのに嫌われる、これしょうがないよね、宿命だよね、やっぱり誰に、知らないリス、知らない人に、知らない人にね、ふわっちで配信してるだけで嫌われていく、孤独ですよ、愛想も振り向かない、振りまかないからね、
嫌われてなんぼやんで、それ火薬やん、かやちゃんじゃん、一緒にしないでよ、うん、嫌われた分その反動でやっぱ好かれないと俺は無理だね。同じぐらいじゃないと、せめて嫌われるだけはだとちょっと無理かな。嫌われるためにだって配信してないから、できたらやっぱ好かれたいよね、うん、人気商売だしね、リスナーさんに好かれるためにやってるから、嫌われるためにやってないんで、嫌われてなんぼっていうのはまあ多少あるけど、まあ無理かな、うん、お前が好きになったら落ち目って何？君が落ち目になるってこと？そんなことは知らんよ、うん、日本語はおかしいよ、うん、俺が落ち目って言いたいんだったらその言葉じゃない伝わらない、うん、まあ俺のこと嫌いな人もいるけど、まあ好きな人も多いんでね、うん、来ると前で嫌いになって、あのさ374号さんさ、来ると前で嫌いになったって、来るで嫌いになってるのに嫌いなまま眉でまた嫌いになる。もう一回嫌いになったらもう離れてほしかったよね。ねえ。だ来るで嫌いになって、嫌いな状態で眉ちゃんまで見てるから、嫌いな時期が長いからね。うん。一回嫌いになったら離れるのがいいよ、やっぱ。そしたら俺も気持ちがいいしね。だって嫌いな人を相手にしたくないからね。なんでそんな相手にしなきゃいけないの？嫌だよね、うん、違う違う、俺生理じゃないけど機嫌が悪い人がいるんだよ、うん、マリオがタラコスパゲティを食べてる。なるほど、アイス食べよう。あの言っちゃいけないこと言うよね。知ってる人いる？家になんでアイスがないか。これね、マリオの配信見てるとわかるんだよ。うん。家にアイスがない理由が、昨日言ってたよ。ダイエットじゃない。あ、知らないんだ。マリオとスケマルが食べた。そうなんですよ。俺がね、一つ取っといたアイスをスケバルが食べてるんだよ、うん、でそれを知らずに食べろっていうのは機嫌悪くなっちゃうよね、こっちからしたら、うん、だって食べようと思ってたものがなくなるってちょっとイラッとしない？で人は言うじゃん、また買ってきたらいいじゃん、そういう問題じゃないんだよ、うん、食べようって思ってたから、うん、それがないとイラッとしちゃう、うん、うん、ハーゲンダッツね、期間限定のやつ、結構いいやつだよ、うん、だから子供みたいで可愛いはやめてよ。そういうリスナーがいつまでもいるとね、ねえおかしくなるんだよ。36歳のねおじさん捕まえて、だってじゃあね、うちのリスナーガーコちゃんだらけになったらどう思う？恐怖でしかないでしょ。ね、バーバがーってね、うちの子供がーとかでよちよちしたい、膝枕したいってね、いや実際そうはなってないでしょ、うん、そういうキラコメじゃなくて、やっぱり俺は配信者だし配信能だから、配信者としての評価とかそういうのだよ、男としての評価なんていらないんだよ。わかる？キラコメって、うん、かっこいいとかかわいいとかイケメンとかそういう言葉はいらないんだよ。
配信者としての評価が一番のキラコメなんだよ。うん、わかります？リスナーさん。ゼロ一いらっしゃい。ゼロワンは一人で偉いねとかね。今日だったら。今日も配信頑張ってるねとかさ。そういうのが嬉しいんだよ。うん、ナイスも頑張ってるねとかさ。配信に関してが一番嬉しいからね、どこまで行っても。そのモチベが上がるんだよ、うん、男として別に評価なんかされなくていいね、うん、配信者として評価されたいかな。評価してくれてるんならね、うん、好きって言うんだったら配信が好きなんでしょ。男として好きなの、うん、適当に配信頑張ってますね。だから褒めてって言った時に何でそういう嫌味を言いたくなるのかな、うん、意地悪だよね。俺ってリスナーさんに意地悪してる。なんで人に対して優しくできないの。純粋に気になるよね、うん、意地悪なことばっかしてる人って純粋に。俺がじゃあリスナーに意地悪何したの。やつあたりごめんね、謝って。じゃあ、うん、男としては嫌いだけど配信は好き。嬉しいねそれは、うん、さっき怖かった、ごめんね怒って。ちょっと落ち着いた。発作が治ったね。発作が、おさがちょっと落ち着いてます。はい、何の棒。これね、ふーちゃんっていうリスナーさんにもらったの、うん、これ、うん、で配信ずっとしてなくて、でまあ配信復活したらもうふーちゃんいなくなっちゃったね。うん、配信サボったせいかふーちゃんは来なくなっちゃった。それまで来てたのに一応戻ってこないかなと思って。ふーちゃん待ってます。はい、どうした。約束守ったね。何の。いやなんかそのもうまさこコスんなっていう約束守ったで、ね、うん、守ったでって。守ったも何もこれからだからもうこすらなくていいんだね。一応あれやろ、あの配信外で1時間半以上なだめてんやろ、ゼロワンが。そうだよ、うん、でそれ聞いてその鳩飛んできて俺約束守ったで。うん、まあ約束守ったでっていうか俺の意見を配信で言っただけだって。山田とる約束はしてないから基本的には自由だけど、俺はもうやめた方がいいよっていう、これは俺の意見だから、うん、ああ俺その意見聞いたで俺の、うん、ちゃんとな、うん、それだけ俺伝えたかった。でもな、これ一個だけごめんな。はい、俺が謝ることじゃないねんけどさ、それだけ俺伝えたかった。でもな、何、あの、まあ、イキリストっていう人が鬼のようにぶったたいてるみたい。そこ誰よ。まさこちゃん。うん、それは知らんよ。わ、うん、かったわかった、まあ、それだけ、うん、で、今何してるの山田は。今は 頭を手でグリグリこうやってた。今日林会長のとこ行って鍛え直してもらってたからさ。今なんか林会長宅湧いてるんじゃないの。いやいいよ、俺はもう別に誠司さん、なんでそこに便乗しないの。いや俺誠司さんあんま好きくないから。え、あ、誠司が好きじゃない。好きじゃない、うん、ぶっちゃけ。でも大しても湧いてないね。もうなんかさ、1600人だからか。絶対俺のことうざくてもさブロックしたりやとかさ、そんなことせんやん。まあで、ブロックした上でぐちぐち文句言ったりせんやん、ゼロワンって。まあまあで、文句言ってやりすぎたなと思ったらいつもケアしてくれるやん、俺の。うん、そういうとこめっちゃ好きやで、ゼロワン。そう、うん、ほんまに好き。つか山田が家立つで90人って本当。いや、100人ぐらい今。100人で、家立つ
辛いっしょ、かそるっしょ。うん、でもそれでも逃げんと俺はやる。偉いじゃん、山田。逃げへん、俺は。タイトルは便乗してない？してない、家立つっていうタイトル。嘘、それ一番かそるよ。うん、でもいいね、それでも逃げへん、それが結果っていうか実力やから。あ、だったら、うん、ちょっと見込みあるんじゃない、これから。そこを逃げずに立ち向かえる度胸があるなら。ありがとう、ゼロワン。目先のやつらに逃げずに、家脱も大事に、今後やろうと思ってるなら、うん。まあ、嬉しい。それは強くなるよ、すごく。ありがとう、ゼロワン。今、俺もそうだから、それは頑張った方がいいよ。うん、ありがとう、ゼロワン。うわ、嬉しい。たまにね、それやりすぎると、かそりすぎるから、でも家脱の日は家脱で作った方がいいよ。ありがとう、ゼロワン、うん、アドバイスいつも。他がね、湧いてても、それはやらないとね、配信者は。ありがとう、ゼロワン、うん。ありがとうつか、別にあれだけど。うん。うん、じゃあ、そういうことね。うん。はい。じゃあ、また試合も盛り上げれるように、体も鍛えて頑張るわ、うん。うん。試合はね、お願いします。うん、ありがとうございます。はい、社長。山田なんかと傷を、いやいや、あの、慣れ合うとかじゃなくて大事だからね、うん、でももうスパークで絡んだらちょっとまあ考えますけどね、うん、ゼロワンかっこよく見えた。だってふわっちでさ、家脱ちゃんとできるの誰がいるの？限られてるよ、正直、うん、政治とで、ある程度の数字をキープしてね、逃げずに、政治とよっさんと、まあ、火薬さんもしてるか、養分とか、うん、あとやっぱ逃げるからね、うん、こう便乗関係なくね、うん、タイトルも便乗せずに、目先のあれだけで、うん、だからよっさんはある意味すごいからね、メンタルが強いよ、うん、あ、まあ、パルも、でもパルは短いからね、期間的に、うん、だから長期間やればやるほどメンタルすり減るから、うん、だって4ヶ月で疲れちゃったからね、俺4ヶ月、5ヶ月ぐらいで休んじゃったからね、うん、その猫手いいよね、うん、とかさっき俺八つ当たりしてた、ごめんね、ようやく落ち着いてきた、うん、でさっきね、眉褒めて、眉にね、一気に面も抜かれたし、ちょっと機嫌が悪くなっちゃった、うん、謝る態度がそれ、すいません。でもちゃんとやりなよ、コメント気分悪いから、うん、そんなところも面白い。まあ俺は強がらないとか、さらけ出す配信者だからね。で、まああんま言わないけど、本当にエッチがしたくて仕方ない。リスナーさん、エッチがしたい、うん、それもストレス発散になるし、すごいできないから、もう指摘なってする相手がいなくて、うん、それもストレスだよね、うん、やっとイヤイヤするの、どういうこと？まあ選びすぎっていうのはあるよ。だってハニトラ怖いしね。本当に信用できる人っつったら、なかなかね、難しいじゃないですか。うん。またなんか、ねえ、アキコママの時の、またなんかあったらみんな迷惑かけちゃうから、うん、みんな迷惑かけたくないよね、俺のことで。うん。かっこよすぎて近寄れない。ああね。
リスナーさんだったら俺はリーちゃんがいいと思う。うん、リーちゃんはいいと思うんだよ。でよくリアトツ来てくれるからね。うん、リーちゃん、リーちゃんがいいと思うんだけどね。えーってこれ1号でしょ、常に1号じゃん。で何でも協力してくれるし。うん、リーちゃん何歳なの、ちょっと教えてあげて。 1号だわ。いつも1号で来てくれるし。うん、でいろんなことやってくれてるから。でモーニング係もリーちゃんなんだよ。俺ねもうね、起きるまで50回ぐらいかけられた時に、この子は本当に愛があるんだなって。でいつも電話でブチ切れられてるんだよ。それでも応援してくれるから、うん、50回、うん、でうるせえとかって言うかな、俺かけてくんなとか言って、うん、でも多分年上でしょ。いや間違いなく年上だと思う。まあ40代ぐらいじゃない。うん、で佐藤さんみたいにコロ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 しないでしょ。うん、佐藤さんはね推してるとか言っても、他に好きな人ができたとか、ああいうなんかコロコロする女性嫌いなんだよ。うん、会ったことあるよ何回も、リーちゃん。でみんなが言ってること分かってね、もう佐藤さんはマジでダメだねあれ、うん、まあ理由言わないけど、うん、なんか一番嫌なことしてくる、うん、佐藤さんって、うん、まあ気持ちの部分だから仕方ないけどね。174号さん、好きな人パルでしょ、仮にそうだったらどう思う。まあ仮にそうだったらね、うん、それもなんかちょっとねと思わない、うん、仮にそうだとしたら、うん、ね。で前なんか会ったことと同じことじゃん、そんなの。なんかこの家に来た時なんかそうだ、そういうので俺怒ったんだよね、入荷した時に、うん、俺が前怒ったのってさ、うん、リーちゃんお金もらってないよ、ボランティアでよ、うん、リーちゃん、うん、若いから好きな人できても仕方ない、うん、え、萌香ってパルと絶縁したの？そうなの？まあ、リーちゃんに限らずいい子いっぱいいるからね、うちはブレない子が、うん、こうちゃんは俺金銭的な援助はないし、とある社長さんに最近も飯でも行きましょうって言われたけど、俺飯行ってないからね、あのそういうのにしないよ俺、社長さんと会食とか一切してない。ドカノメちゃん以来してないね。ドカノメちゃんぐらいで今までしてたの。ドカノメちゃんいなくなって誰とも会食してない。そのいわゆる爆投げ師さんと一回飯行ってない、うん、してるやん。誰してないよ俺、全部断ってるもん、うん、ドカノメちゃんふわっち見てないのかな。マミちゃんとご飯、あラーメン行ったぐらい。だってマミちゃんって爆投げ師って感じで見てないもん。なんか普通のリスナーさんって感じ、みんなと一緒だよ。なんか爆投げ師って感じしないし、マミちゃんしっかりコメントしてくれるしね。なんか爆投げ師のイメージってコメントしないけどアイテムだけボンボン投げてくれる人、だからそういうのがなんか投げ師さんってイメージがある。
コメント勢はなんかね、なんかゼロリストさんってイメージ、なんか、うん、でも嬉しかった、チポちゃんもこの前アカウント出してくれてさ、チポちゃん嬉しかったわ、うん、チポちゃん、うん、チポちゃん普通にね、アカウントも出してさ、でコメントもね、すごいっしょ、器でかいっしょ、うん、そういう、あ、だからあの、投げ師さんのコメント優先すべきじゃないけど、やっぱタヌキ枠とかやってると、やっぱ的を得たコメントするリスナーっているよ、ぶっちゃけ、うん、ね、コメントでやっぱ目立つ人で出てくるでしょ。チコちゃんとかはコメントもするしアイテムも投げるから余計なんか目立つんや、まあ、マミちゃんもそうだし、で課金リスナーしないリスナーでも、あのオプちゃんとかはコメント賢いよね、あの子、そう思わない、見てて、うん、なんかよくコメントしてくれるし、うん、オプちゃんとかゆうかとかね、うん、ゆうかとかね、ああいうのはいいじゃん、カタカタしてくれるじゃん、たくさん、うん、でみきちゃんとかありちゃんとか優しくてね、うんうんとかパチパチとかね、個性出てるじゃん、うん、優しいリスナーとね、うん、でそこにやっぱファンチが入るんだよ、ファンチがね、鼻クソとか、バランスはいいんだよ、うん、でも配信を褒めてくれないから最近、だから言ったんだよ最近、うん、褒めてほしいよね、配信褒めてほしいな、うん、あんま褒めてくれないな。もうやめてぐちぐち。はい、うん。ありがとうございます。少しどうぞ。じゃあ少しを確認します。山田リスナーさんですね、はい、1位だね、何が内中1位なの、俺な、何が1位なの、あいつらは5番目とかじゃない、おそらく。眠いの、まあ、今は眠くない。え、水族館の出入りが1位なの、嘘でしょ、すごくない、そんなにアイテム飛んだ、ありがとうございます。これ1位だといいことある、3万円ぐらいもらえる、いや、ホラーやっててよかったっていうか、これはね、この水族館のやつも1位嬉しいけど、まあ普通にナイスが欲しい、うん、まあナイスを買えるならお金で買いたいぐらいだよ、うん、でもナイスって難しいからね、じゃあこの閲覧も増えないね、どうやって増やすのって、こう何かしなきゃいけないでしょ、うん、難しいよね、うん、いつも少しだけですがありがとうございます。1位は3万ポイントもらえる、まあいいよ、うん、この前イベント頑張ったし、水族館はもう譲るじゃないけど、慣れたらいいやぐらいでいい、もうそんな気合い入れてやってもね、うん、まあ、無理しちゃうでしょ、今休まないと、見たこの前の総合1位、すごくない、今でも震えるね、思い出したら、あれ国
徳志くんとの戦い震えるよね。うん、スパークね、すごいでしょ。で、こきしくんの配信見た、あのあとなんか言ってた文句、毎回喧嘩したことあってさ、喧嘩っていうか言い合いになったことあって、今回は言ってなかった、俺のこと知らない、うん、何も言ってなかった。あ、すごいわって言ってたの、うん、当たれ当たれ、ぬ抜いて抜かれたことが初めて、初めての経験、うん、いやまあまあね、すごかったからね、うちもね、チポちゃんはじめゼロリスさんと最後ね、ハーゲンさんがすごかったから、うん、で向こうやっぱしずくちゃんと2人投げてたよね多分、うん、いつも素敵だよ、俺は素敵でもない、本当のクズだし詐欺師だしね、みんなごめんね、こんなやつで金もかかるし人として終わってる、うん、詐欺師だよ俺なんて、アホだしね、うん、詐欺師なので、何度もだましたことあるよね、今まで振り返ると過去に、違う、うん、今更人って変われないしね、うん、変われないっていうか過去は消せないからね、うん、それは受け入れないとね、うん、ごめんなさいって言ってごらんよ、つかしつこくない、53号さん何回も謝ってんのに。174号さんもしつこい、ちょっと優しくしてよ、コメントがずっときつい、目立つ、君いつまで俺を責めるの、ごめんねって謝ってるじゃん、しつこいな、うん、別れ芸で騙したったよ、騙したってよね、うん、うん、昨日まさこちゃんで配信切ったの感動した、うんと、うん、だからよいしょよいしょかっこいいよね、うん、だってまさこも嫌いじゃないんだよ俺、あ、この話しちゃダメだけど、まさこちゃんが嫌いでああいうこと言ったわけじゃなくて、まあいろいろね考えた時にちょっとなっていう話だから、うん、嫌いでああいう配信したわけじゃないからね、ちょっと音楽変えようかな、パルちゃん、なんか問題あった？今日何してるんだろうね、パルちゃんね、元気かな。で、マリオとも遊んでないみたいだし、何してるんだろうね。マリオ帰ってくると思うよ。うん。パルもマサコと揉めて配信急いで切った。だからはっきり言ってメンヘラだから、もう話題に出さない方がいい。うん、メンヘラだからね。うん、大阪行くって言ってたんだ。一人がまあ忙しいんじゃない。Yeah.
マリちゃん、限界近そう。何の何の限界近いの、うん、今日頑張ってた、まあ、新宿もね、仕事のことだしね、うん、で、たかしはあれらしいよ、あのその、ゆわちゃんのことで休んでるから言わないであげて、うん、あ、マントありがとう。現在1位なんでね、現在やっぱコツコツ配信してるといいこともありますよ。コツコツとね、全然狙ってないけどね、水族館のイベント。頑張ってください。53号さんってムカつくよね。まあいいけど、タコシ配信してすぐ終わったの。タコシそか、アイス食いたいっていうか、なんか甘いの食いたいかもな。すぐ終わったんだ。ああ、女の子と遊びたいな。ナイスやってると遊ぶ暇ないからな。だって女の子と遊んでもナイス増えないでしょ。増える。違うとこが増える、ね、ラジオも増えないけど、今日ちょっと頑張ろうよ。俺もずっと動画も疲れるから、長時間だからね、うん、ちょっとラジオにしてちょっと息抜きもしないと。去年さ、たかしに冷蔵庫買ってもらったじゃん。今年なんか何したらいいと思う？今年だって16日でしょ。どの道大阪行かないとね。ね、ベビーベッド、あー、そっち系がいいのか。方向性が何なんだろうね。大阪に一緒に暮らすとか、東京でね、ゆわちゃん家に暮らすのか、ちょっとわかんないよな、うん、東京でやると思う。それ幹事誰なの？いや、17日火薬さん家じゃなくて、火薬が来るんだって東京に。その時に家に来るっつうから契約書やろうかなっていう。でもゆわちゃん家はできないから、大阪の家でやるんじゃないの？あ、幹事自分でやるっつってたっけ。上からだな。何が、何こいつ。どうしよう、どこでやるんだろう。で、16日ってもうすぐだよ、うん、
火薬最近はこうになってきてない。俺も今日見ても思うけどね、全体的に閲覧減ってるふわっち、どこの枠も、うん、だってそんなに湧いてないしね、うん、だって3000人とか5000人とか行くからね、あのメンツだったら全然湧いてないじゃん、そんなの、うん、人口減ってるね、なぜか、どこ行ってるの、キャスも減ってる、 TikTok じゃない、あ TikTok にちょっと流れてないか、で慌ててバトル機能を作ったりしてるけど、うん、いや幹事自分でやるって言ってた気がする、うん、今仕事が繁忙期だから湧いてないよ全然、うん、分散してんのかな、うん、分散してるかもね、うまいこと余計だから湧いてないように見えるのかな、うん、だからどこも中途半端なんじゃない言うて、うん、だから神回ないんじゃない、神回が、キャスはそもそも土日祝連休は人口減る、ふわっちもだと思うよ今日何曜日、今日土曜日、え、もしかして金曜日、リア充どもがやってるんじゃないの、うちだってリア充してんじゃないの、クソ野郎、カス旦那彼氏とね、明日休みだからってイチャコライチャコラしてんじゃない、リアルで、ボケがよ、リア充、リア充じゃないじゃん、見てる。